よーよ第4回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 ドラフト開業開業開始します開始します。監督入場。昨年度優勝夕張メロンズ正義監督ノリノリだ。昨年度2位私どうも。昨年度3位初代ホワイト大輝監督入場。大会小錦コリアンズ会長京平代表それでは第4回ドラフト会議を開始します。はい、ということでお待たせしました。よし、来ました。パワープロでございます。やったみさー。お久しぶりです。久しぶりですね。待ってました。フォートナイトにハマりすぎちゃったんですけれども、そうだね、まあ、皆さんのコメントがやっぱパワープロやってくれと、はいはい、というのがありましたので、第4回ドラフト会議ということで、いやー来ました。取る選手がいないんですよ。うん、そこで今回新ルール、お1チーム1名ずつだけ、はい、レジェンドの OB 選手を、やばーっチームとなりました。素晴らしい。最強のいっぱいいるの。いやー、これはテンション上がるよ。やばいです。その代わり最強すぎる人を一応抜いてあります。うん、イチローとか、うん、そういうダルビッシュとかをもう抜かれているので、はい、その中での 目玉を紹介します。おまず投手、はい、まあ、江川。江川新式のスタメン発表ね。はい、ということで投手2人目、うん、桑田おい、ここで素晴らしいですね。ここ素晴らしいです。はい、3人目投手、岩隈。この辺はね、素晴らしい投手です。野手の方なんですけれども、はい、福本走れ。知らねえだろお前。知ってるわ。トレオだわ。はい、ということで2人目誰だ。小笠原いるか。3人目が、もうこのレジェンド、はい、化け物枠ギリギリ入らなかった、ほぼ化け物、うん、松井秀喜はもうやばいよ、半端ない。 AS うわで、ほぼ S ミート、もう SS なんだ。 SS なんだ、ほぼ。うわ松井がない、これは取りたい。これはちょっとだが、一人しか取れない。そう、そして、うん、何よりバッターより投手というのが、そうなんだ、もうこのリーグの肝なんですよね。そうなんだダッシャーはもうみんなあれ取ってきてる、やばいやつだから。そう、だから投手がやっぱね、そういうことレジェンドの力を借りたい。はいはい、その中でダッシャーを強行してくるのか、ちゃんと手堅い投手取ってくるのか、はい、そこが見どころですね。おー、いいね。じゃあもう映りますか。はいはい、それでは第4回ドラフト会議を開始します。第一選択希望選手、小錦井端弘和レジェンド OB。 第一選択希望選手、巨大笑顔すぐるレジェンド OB。 第一選択希望選手、エビス桑田マスマ、レジェンド OB。 第一選択希望選手、夕張桑田マスマ、レジェンド OB。 強豪です。うわ、いきなり強豪か。まず、井端獲得と、はい、江川獲得、いきます。あ、神の左、
掴みで左だよ。じゃあ、こう、アイス。これだ。はい。うわー、怖え。では、どうぞ。きたー！またはわしの手にドリーきたぜー。ダリー、俺、強豪で取った記憶がねえんだけど。確かに。第1、選択希望選手。ユーバル、上原、コーチ、レジェンド OB。まあね、まあまあまあ、上原はね、まあスプリットフィンガーファーストボールが素晴らしいと。強えよ、はい、強えよ、はいはい、あれ強えよ。ただ正直ね、上原とかだったから1。あ、そうなんだ。なるほどね。そうなところではある。そうそうそう、なるほどね。なんで井端だったの？どうしても守備が強いショート欲しくて。おう、どうしても。いや、ショート誰だっけ？今、源田さんなんだけど、あ、まあ、ちょっと甘いかなっていうのがあって。なるほどね。じゃあ2巡目いきましょう。はい、じゃあ終わり。僕は終わりですね。選択終了でございます。ウェイ、帰ってもらって大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。帰れ。第2種選択希望選手。小西サファサファ福岡ソフトバンク。第2種選択希望選手。巨大鈴木聖也広島東洋。第2種選択希望選手。エビス大和阪神取りました。これはもう最初から言ってたと思うんで。おお、まあ、そうですね、まあね、はい、まあ僕のせいやさんが、まあ、取れる。まあまあこれはもう想定の範囲内。じゃあまあサファーという、サファーていただきます。こう取っちゃうんだ。ああ、やっぱり中継ぎ抑えが欲しかった俺は。おお、で戦力ダウンも狙って、そう両方狙って、なるほどね。戦力ダウン好きだよね。めちゃくちゃ大好きです。はい、もう僕はね、穴場ですよ。大和ね。これなんで大和にしたか分かる？能力的に見たら菊池の次に守備を前え、セカンド、ショート、外野全部守れて、で全部適性が A。 すげー、守備職人。え、すごい。で、バッティングは悪いけど、もう守備を生かしていくというところで飛んでいきました。じゃあ9番になりました。はい、2巡目です。じゃあ、私選択終了でございます。そうか、ありがとうございます。なるほど。第3巡、選択希望選手。小西阿部広島東洋。第2巡、選択希望選手。巨大森友哉埼玉西武。おお、いい、取っていった森ちゃん。意外といるね、戦力ダウンさせるやつ。マジか。はい、ちょっと痛いわ。小林選手はラッキーボーイで守備いいんだけど、やっぱバッティングちょっとあれで、ね、森友哉もまあまあキャッチャーいいし、バッティングいいから、ちょっと森友哉入れたいな。素晴らしい選択。いい。で、阿部と広島潰して。まあでもね、すぐ勝利するし。うん、でももう出してないから俺。出してないけど、ね、大丈夫、能力高いからね。おお、待って、森友哉が取られる。ちょっと待って、戦力ダウン狙ったら戦力ダウンさせられるという、ね、待って、やべ、キャッチャー森だって、ずっとやばいじゃん。キャッチャー銀次郎か。銀次郎あって、パスなんだね。おお、まあ、これちょっと競合する人いないからね。まあ、ラスト考えて言っていいっすよ、別に。はい、ということで、第3選択終了です。はい、第4選択希望選手。小西小林誠司、読売。うわ、いや、わかんねえ。これはやばい、調べてなかったな、キャッチャー。これはもうバチバチですよ。森が森って思ってたから、ずっと。なるほど、でも交代完全だった。ただの交代やっちゃう。交代これでね、第4回目ですか、ドラフト。ドラフトリーグ、ドラフトリーグね、すごい白熱してくる。そう、やばいね、これね。言うて僕はもう、チーム関係ないんで。あ、もう力でいっちゃう。そう。なるほどね。え、誰取りましたっけ？上原さん。上原。なんかさ、中継ぎ陣えぐない？いや、俺上原先発でいきます。え？まあ、別に幅先発適性もあるし、
なんせ SC ドラフトリーグ5イニングなんで、うん、そうだね、関係ないんですよ。ここなんだよね、肝がね。ここなのよ、使うの。そう、これなんですよ。どうですか、巨大ワイルドは。で、キャッチャーも打てる、キャッチャー、外野手もまあこれ固まったから、よう、大谷、鈴木誠也なんで。左に、筒香さん。あ、筒香は DH です。えぐい、すげーな、これやばいぞ、やばいぞ、これ。で、あの、会長は、会長、そうっすね、ちょっとキャッチャー痛いかなっていうところですよね。どうし、うん、考えてなかったっすね。小林誠司打つから、打つよね、ラッキーボーイだよね。俺の場合はね、お前はどうすんの、井端をセカンドにすんの、ショート、セカンド、お前セカンドが一番穴じゃなかったっけ。セカンドだっけ、セカンドは鈴木大地だから。鈴木大地、あ、そっかそっか、別にいるのか。あー、まあショート、セカンドを固めて。なるほど、いや絶対面白いよ、第4回。うっせえな、レジェンドが入ってくるとね、またさらに違うからね。ちょっとね、面白いんじゃないですか、これ。また見どころ満載です。おー、ということで、おい、第4回ドラフトリーグもお楽しみに。お楽しみに。フォートナイトばっかりやってる場合じゃないぞというね。アプロやりましょう。お願いします。頑張って楽しんでもらおうと。はい、それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。開幕戦が決まりました。開幕戦の試合は、第1戦、巨大ゴイアンズ対チャイ、巨大ゴイアンズ対エビスマスカッツ、そして第2戦が小錦コリアンズ対夕張メロンズに決まりました。乞うご期待。